どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、au 自分銀行のリニューアル解説ということで、前回ですね、こちらの動画ね、アップさせていただきました。まあこちらはですね、au 自分銀行のランクがね、2022年の4月の1日からね、リニューアルされるということで、こちらね、解説させていただいたわけなんですけども、まあこちらですね、準備が必要なんですよね。で、今回の動画ではですね、今ね、できることをひとまずですね、準備編ということで、解説ね、やっていきたいなというふうに思うんですよね。こちら毎月ですね、取引額によって最大1680ポンドポイントがね、獲得できるチャンスっていうふうになりますんで、ちょっとね、面倒な部分はあるんですけども、もらえるポイントはですね、ポンタポイントっていうふうになっておりますんで、ポンタポイントはですね、50% で JAL マイルにね、交換することができますので、まあ、貯められたい方もね、結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。前回のおさらいということで、まあ、もらえるポイントについてはですね、こんな感じになっておりまして、まあ、1680ポイントもらうにはですね、プレミアム会員に、ね、なる必要があるわけなんですけども、まあ、ここまでやるとですね、結構大変だったりします。まあ、私はね、こちら狙っていこうかなと思うんですけども、まあ、ゴールド会員であってもですね、月1120ポイントまでね、毎月もらうことができるっていう風になりますんで、まあ、結構いいですよね。で、このゴールド会員に至ってはですね、残高がね、100万円以上ね、あれば、無条件でね、ゴールドにしてくれるっていうね、特別オファーみたいなのもありますので、まぁ、ちょっとね、いろいろやるのめんどくさいなと思う方はですね、残高100万円ね、au 自分銀行入れていただければね、このゴールドランクはね、獲得することができますので、まぁ、ここはね、お好みでやっていただければなというふうに思うんですけども、まぁ、このゴールドプレミアムになるにはですね、本来、こちらのね、スタンプを貯めていただくと、ステージアップということで、まぁ、4つ貯めるとね、ゴールドになって5個以上貯めるとですね、プレミアムになるっていった形になるんですよね。で、今回の動画でですね、準備編ということで、現時点でですね、準備できるところをね、やっていきたいなと思うんですけども、まずね、一つ目の入金のところですね、給与、賞与の受け取り、もしくは定額自動入金サービスっていうのはね、あるわけなんですけども、これをね、au 自分銀行で利用していただくっていった形になります。まあこのね、給与、賞与の変更って、まあ基本的に会社員でね、働いている方はですね、まあできるかなというふうに思うんですけども、まあこれ会社に言わないとね、変更できないと思いますので、まあめんどくさいかなというふうに思うんですけども、まあめんどくさくない方はね、こちらでもね、支払いを、給与の受け取りをね、au 自分銀行にしてもらうだけで、こちらスタンプ獲得できますので、まあ楽っちゃ楽なんですけども、まあわざわざ会社に申し出るっていうのはね、めんどくさいっていう方はですね、この自動入金サービスによる入金っていうのがおすすめです。まあ他銀行から au 自分銀行にね、自動入金ね、設定するだけっていった形になります。で、実際のね、やり方なんですけども、ちょっとね、これに携帯の画面をね、出しておきます。まずね、au 自分銀行を開いていただいて、こちらの右下にね、メニューっていうのがあると思いますので、こちらにね、定額自動入金サービスっていうのがありますよね。こちらをね、クリックしていただきます。そうするとですね、定額入金サービスについてということで、こちら取引開始ボタンがあると思いますんで、下のね、取引開始ボタンを押します。そうするとですね、au 自分銀行のね、ログインになりますので、こちらね、ログインしていただきます。で、ログインしていただくとですね、下の方にね、登録っていうのがあると思いますので、こちらね、登録をしていただきます。で、上の方にね、一番表示されてると思うんですけども、私はね、これも、ちょっと前にね、試してやってみたんですよね。ですので、ちょっと今回2回目になるわけなんですけども、こちらを登録をしていただきます。でですね、定額自動入金サービスの登録画面になりますので、で、こちらはですね、1万円以上のね、入金が必要っていう風になりますんで、まあ、最低でもね、1万円は登録しないといけないっていった形になります。ですので、1万円。で、確認するをクリックしていただきます。そうするとですね、登録内容の確認をしていただいて、次へですね。で、そうするとですね、金融機関の設定になりますので、こちらで金融機関設定しておきましょう。で、金融機関ね、利用できる金融機関ね、こちらに表示されているっていう風になっておりまして、その他のところにね、結構いろんなね、ネット銀行だったりがね、入っておりますので、SBI だったりね、PayPay だったり、そういった銀行もね、このその他のところに入っておりますので、こちらね、自分のね、好きな銀行をね、選んでいただければなと思います。多分ほとんどの主要銀行入ってるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ここにね、ある銀行でね、利用してください。
で今回ね、私はもうゆうちょ銀行でやってるんですけども、ちょっと皆さんにお見せするために SBI 銀行でやっていきたいと思います。ではね、ここ入力していきましょう。口座情報の入力ですね。ではね、入力できたら次へをね押していただきます。で確認していただいて、金融機関へを押します。そうするとですね、SBI ネット銀行の方に飛びますので、こちらでね、また必要事項ね入力していただきます。で次の画面に行っていただいて、振込元のですね、ログインねしていただきます。ここからはですね、ちょっと銀行によってね違うと思うんですけども、まあ私の場合はね SBI ネット銀行なので、承認番号が飛んできましたので、これは、SBI 銀行を立ち上げて処理する感じですかね。はい、これで口座振替契約申し込み規定同意ということで、まあこれをね同意を押します。これで、申し込みの、あ、また確認が入るんですね。ウェブ取引パスワード、これでね、また口座振替のね契約確認をしていただいて、確定するを押します。はい、入力して確定を押すと、定額自動入金サービス登録ということで、定額入金サービス登録しましたということで、これでね OK っていった形になります。でですね、au 自分銀行の方にね戻っていただくと、定額自動入金サービス登録内容一覧ということで、今のね、SBI ネット銀行のね情報も入っておりました。これでね、1番のスタンプ1個はねこれでゲットっていった形になります。それでは次に口座振替なんですけども、こちらはですね、クレジットカードの引き落としをね au 自分銀行にねしていただくだけで OK っていった形になります。これはね結構簡単かなというふうに思っておりまして、私はねちょっと解約しちゃったんですけども、 au ペイカードってありますよね。こちらを持っている方はですね、 au ペイカードを au 自分銀行をね引き落としにしていただくとですね、こちらね、au 自分銀行のサイトの普通預金のね金利なんですけども、 au ペイカードを au 自分銀行引き落とし設定していただくと 0.05% で金利上がるっていう風になりますんで、これもね最大いくと 0.2% までね上げることできますので、もしね au ペイカード保有されている方はですね、こちらね紐付けねやっていただければなと思います。それでは次にね、キャッシュレス決済ですね。4項目あります。 au ペイ残高へのチャージ、スマホ決済の利用、自分銀行スマホデビットの利用、自分銀行決済の利用ということで、まあこれねどれでもいいんですけども、お金を使わないっていうねメインでいくと、 au 残高へ、 au ペイ残高へのチャージ、こちらはね一番簡単なのがねおすすめっていった形になります。でチャージしたお金はどうするんですかっていう話なんですけども、 au ペイっていうのは au 自分銀行を持っていると、自動払い戻し設定っていうのができるんですよね。でこれね手数料無料で au ペイ残高が au 自分銀行に戻すことができるんで、まあぐるぐる回すイメージですかね。ですので非常に簡単です。このね設定方法もね解説していきましょう。au ペイをね開いていただいて、これ前と場所が変わったんだよな。チャージ自体はですね、チャージをしていただいて、この au 自分銀行をしていただくと、au 自分銀行からね、チャージすることができますので、まあ、ここはね、簡単かなっていうふうに思いますので、まあ、こちらを押していただければね、チャージすることができます。で、自動払い戻し設定なんですけども、こちらトップ画面にね、戻っていただいて、送る、受け取るっていうのがありますよね。で、こちら行っていただくと、払い出しがありますね。こちらをクリックしていただきます。そうするとですね、口座に払い戻しということで、こちら自動と手動ね、出てくると思うんですけども、このね、自動っていうのをしていただいて、こちら手数料無料でね、できますので、こちらで設定していただくっていった形になります。まあこちらね、頻度とか、全額かどうかっていうのはね、まあここら辺はね、お好みでいいのかなと思います。私はね、全部毎日払い戻ししてるんで、まあちょっとでもね、入金して戻ってたら全部au自分銀行に戻るみたいなね、まあそんなイメージで利用させていただいております。ですので、まあこの自動払い戻し設定をね押していただければその設定できますので、まあここはね非常に簡単でノーリスクでね、利用することができるっていった形になります。それでは次にエンタメということで、自分銀行トドの購入もしくは公営競技への入金ですね。まあもともとね、トトとか、公営競技ね、利用している方はですね、こちら切り替えるだけで OK なんですけども、まずね、トトの購入っていうのは、買わないとスタンプはもらえないので、まあ、購入したくないので、公営競技への入金でね、行きたいと思います。で、この公営競技っていうのはですね、こちらの4つなんですよね。JRA と、ボートレース、スパッ
ット4っていうのかな、ちょっとわかんない、あとオッズパーク、これは CM とかで見たことあると思うんですけども、まあ、この4つがですね、この公営競技っていうので対象になってるんですよね。で、今回のこのキャンペーンのね、対象が公営競技への入金っていうふうに記載がありますので、入金すればね、OK っていうふうになっておりまして、で、このね、私ね、この JRA でやったんですけども、JRA はですね、入金手数料は1日2回ね、無料っていうふうになっておりまして、出金はね、無料なんですよ、何度も。ですので、まあ基本的にね、どのサービス見たんですけども、一定額の入金はね、無料で、で、払い出しはね、無料っていう風になっておりますので、私はね、JRA でやりましたけども、ここはね、お好みでいいのかなという風に思います。ではね、実際にね、やっていきたいと思います。自分銀行をね、開いていただいて、右下にね、メニューっていうのがあると思いますので、そちらをね、クリックしていただきます。で、下の方にね、行っていただくと、楽しむっていうところにですね、JRA 即パッドっていうのがね、あると思いますので、こちらをクリックして、いただきます。そうするとですね、会員登録がね、必要っていう風になりますんで、一番下のね、会員登録を押していただきます。まあこれね、同意とかをしてっていただいて、で、暗証番号をですね、決めていただくっていう風になりますんで、暗証番号をね、入力ね、していただきます。で、次のページ行くとね、即パッド会員登録ということで、まだね、会員登録は完了してませんということで、 JRA のね、方に会員登録ね、移動するっていった形になります。そうするとですね、即パッド会員登録ということで、こちらね、JRA のね、方に会員登録をね、していくっていった形になります。ですので、こちらね、同意を、規約の同意ね、していただいて、次の画面に行きます。で、次の画面でですね、またね、加入者情報を登録ということで、名前等々のね、必要事項をね、入れていただきます。で、終わったらですね、下の方にね、確認っていうのがあると思いますので、こちらで確認して、次の画面に行きます。次のページ行くとね、確認画面が出ますので、確認していただいて、次の画面へ行きます。で、次の画面に行くとですね、クラブ JRA ネットのご案内ということで、こちらね、会員登録すると、まあ、キャンペーンにエントリーしたりできるらしいんですけども、まあ、私はね、入金するだけなんで、これね、会員登録しなかったんですけども、一応入会金、年会費無料らしいので、まあ、ここはね、お好みでっていった形になります。で、こちらね、選択していただいて、次へかな。はい、押していただくと、申し込み完了ということで、こんな感じのね、画面が出ます。で、注意していただきたいのは、ここにですね、加入者番号とか暗証番号とかね、ログインにね、必要な情報が全部ここにね、載るっていった形になりますので、こちらの画面ね、スクリーンショットを撮るのをね、忘れないようにね、していただければなと思います。これね、ないとですね、JRA の方に入金、出金とかね、ログインができなくなっちゃうんで、利用することできなくなっちゃうんでね、ここね、注意しといていただければなと思います。それではですね、今ね、会員登録が済みまして、JRA の方にね、ログインすることができます。で、この JRA のね、ログインの、URL は概要欄に載せておきますので、そこからね、ログインしてください。で、入金と出金のね、やり方なんですけども、ちょっとね、この部分だけね、また後日ね、次の動画にでもね、入れたいなと思います。というのも、今ね、お昼の1時半ぐらいなんですけども、今ね、受付時間外らしくて、ログインできないんですよね。ですので、ちょっと次回の動画にね、差し込みで入れたいなと思いますので、この後のね、作業についてはちょっとね、次回の動画でね、見ていただければなと思います。それでは次に資産運用の部分ですね。こちらは外貨預金の取引、自分銀行 FX の取引、AU マネコネクトの設定、円定期預金残高1円以上ということで、まあこれどれかね、利用していただければ、これスタンプ1個ね、もらえるっていう風になりますんで、これね、一番簡単なのはですね、AU 株コム証券口座はね、必須なんですけども、マネコネクトっていうね、AU 自分銀行と AU 株コム証券っていうね、これをリンクさせるのをマネーコネクトっていうらしいんですよね。これがね、非常に簡単です。ですので、もしね、やるのであればですね、こちらがね、おすすめかなというふうに思っておりまして、またね、こちら先ほども出ましたけども、この AU 自分銀行と AU 株コム証券ね、マネーコネクト設定していただくと 0.099% ですね、普通預金の金利ね、上がるっていうふうになりますんで、こちらがね、おすすめかなというふうに
思います。でですね、こちらやるにはですね、au 株コム証券のね、口座開設がね、必要っていう風になりますんで、まあ、前回も言いましたので、詳細は言わないですけども、ポイントサイトね、経由していただいて、au 株コム証券のね、開設はね、していただければな、という風に思います。概要欄にね、ポイントサイトの案件があるね、サイトだけ載せておきたいな、という風に思うんですけども、もし詳しいのがね、見たい方は前回の動画でね、ちょっと見ていただければな、という風に思います。ではね、こちらも実際にね、やっていきたいと思います。こちらのサイトね、概要欄に載せておきますので、こちらがやった方がね、簡単かなと思います。で、下の方にね、行っていただくと、すでに au 株コム証券口座をお持ちの方ということで、こちらをね、クリックしていただきます。そうするとですね、au 株コム証券サイトにリンクしますということで、これはどっか押すのかな？明日のボタンをクリック。はい、これで au 株コム証券の方にね、移行します。で、そうするとですね、ログインがね必要になりますんで、ログインしていきましょう。そうするとね、これで au 株コム証券の方に入れたっていった形になりまして、私はねもうちょっとね設定終わってるんですけども、ずーっとね下の方に行っていただいて、楽々電子契約っていうところがあると思うんですけども、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、楽々電子契約の画面になりまして、これですね、申し込み済みにね、私はなってると思うんですけども、au 自分銀行自動引き落としということで、リアル版、ここからね、設定ね、していただければなと思います。まあ、こんな感じでね、終わらしといていただければなと思います。まあ、ちょっと難点はね、au 株コム証券の口座開設がね、必要っていう風になりますんで、一応ね、もう一個ね、遠定期の預金、残高1円以上でもですね、こちら OK っていう風になりますんで、こちらもね、一応見ておきこうかなという風に思うんですけども、ちょっとまた画面に出しておきますね。au 自分銀行を開いていただいて、メニューのところからですね、円定期預金っていうのがありますよね。で、こちらをクリックしていただくと、取引開始。で、こちらでログインですね。で、円定期預金で預け入れということで、こちらね、1万円以上っていう風になるんですよね。まあ、なんですけども、こちらね、預け入れ期間ね、1ヶ月から選べるっていう風になりますんで、まあ、これでもいいんじゃないかなっていう風に思いますかね。まあ、特にね、こちら、円定期預金なんで、まあ、特にね、減ることはないんで、まあ、その間ね、出せなくなっちゃう部分はあると思うんですけども、まあ、1ヶ月単位でね、利用できるのであればですね、まあ、こちらでもいいかなっていうところですかね。まあ、このマネーコネックとか、まあ、円定期預金ね、こちらね、お好みで選んでいただければな、というふうに思います。それでは次に残高ですね。こちらは、カードローン残高とかね、住宅ローン残高とかね、結構ね、ハードル高いのが多いので、こちらね、純資産残高50万円以上っていうのがありますんで、まあ、au 自分銀行にね、50万円入れといていただければ、ここでスタンプ1個取れるっていう風になりますし、またね、先ほども言ってる通り、au 自分銀行はですね、普通預金の金利が 0.2% ということで、かなり強いんですよね。本当にメイン銀行にね、されてもいいんじゃないかなっていう風に思います。なので、まあ、ひとまずね、50万円入れといていただいて、スタンプね、ゲットしといていただければなと思います。ということで、今回ですね、au 自分銀行ね、ちょっと長めに解説させていただいたわけなんですけども、今回ね、こちらのスタンプね、貯める作業、こちらを紹介させていただきましたけども、全部やるとね、6個になるんですよ、スタンプ。で、プレミアム会員維持するには5個で OK なんですよね。ですので、皆さんね、これちょっとめんどくさいなって思うものをね、カットしていただいて、スタンプね、5個は取っていただいて、プレミアム会員ね、維持やっていただければなと思います。もうね、これ自体がもう全部めんどくさいっていう方はですね、au 自分銀行に100万円入れといていただければ、特別オファーでね、ゴールド会員にもなることができますので、まあ、ここはね、お好みでやっていただければなというふうに思うわけなんですけども、まあ、今回のね、動画見ていただいて、参考にね、していただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。